平成10年の問いのね、えー、類題を作ってみました、えー、あの並列のところをね R1 オームと R2 オームにしまして、まあ、R2 の方をね、えー、求めてちょうだいということで、まあ、条件はね、えー、I1 分の I2 がー2分の3という条件で、えー、解いてみてくださいということですねえー、っとあの2つ、あのー、電流から、えー 求める部分とねそれから、まあ、あのこの電流の比のほう抵抗の比の,あの逆数になりますねでこの2つから解いてみました、はい、まずはあの電流ですね i1 分の i2 イコール2分の3ということですねこれから、まあ、あのこれをねあのフラットにして、えー、それで、えー、R2 の電圧がですね6ボルトということと 合わせまして、ね、解いてみまししててね解いみたこちらの方はですね I1 分の I2 がですね R2 分の I 1になるということですねそれを元にして展開してですね解いていきましたちょっとこっちの方が難しいかもわからないですな